女性は口から物を食べることができないと言われました。男の子は言葉をうまく発音することができません。同じような困りごとを抱える人は全国に少なくとも500万人。そうどんどん加えてってどんどん加えて今ので向き合う言語聴覚士の現場を追いました。15年前、くも膜下出血を患い全く喋ることができなくなった74歳の男性。実は出るんだよ。いただきます。すごい、ごちそうさま。皆さん、本当はいつもこんだけ言えるんですか？8年の歳月をかけ、言葉を取り戻しています。男性を支え続ける高田光平さん。人の人生をこういい方に変えることができる仕事だと思います。職業は言語聴覚士。話すことや食べることに不自由を抱える人について原因を分析し、機能を回復するためのリハビリなどを行う国家資格を持つ医療のプロです。ボールを投げる、OK、楽ハサミの手、OK、今日のさつまいももだいぶねっとりしてますよね。ええやつです。高田さんがこの日訪れたのは京都市に住む中秀子さんの自宅。もう余命何ヶ月ですよね、最後の。病院はそれしか選択肢じゃないってはっきり言われたんですよね。秀子さんは脳梗塞や誤嚥性肺炎などを繰り返し、3年前、この先口から食べることはできないと医師に告げられました。諦めきれない夫の良二さんは高田さんに相談。高田さんは飲み込むために必要な筋力がわずかに残っていると分析。とろみのついた水を飲むことからリハビリを始めました。食べられるものは徐々に増えてきて、今では舌で潰せるものは食べられるまでになっています。命の恩人というか、こうして食べることができるようになったというのは、彼なしでは考えられないでしょうね。今はいろいろあるんですけど、すぐこれが私ペコチギの写真です。結婚して半世紀、二人で一緒に会社も起こしました。忙しい仕事の合間に美味しいものを食べにドライブするのが夫婦の楽しみでした。もうずっと一緒でさ、四六時中家の事務所も一緒でしたんでね、はい、食べさすことがちょっとまだ私がね、まだそのできたらいいんですけども、車で行くんだったらもうどこでも行くと思うんですけど、二人のような人たちが安心して食事を楽しめる居場所を作りたい。中さんの方が丸飲み立つ。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。万端でございます。はい。去年3月、宇治市にオープンしたみんなのカフェグリグリ。高田さんはメニュー開発の中心を担い、蒸気などで食材を柔らかくする調理家電も持ち、試行錯誤の末、先月カツカレーの発売にこぎつけました。およそ300メートル先、小坂三条を宇治方面へ右方向です。これからレストラン行くの？え？まっすぐやん。レストラン行くんだね。二人にとって3年ぶりの外食デートです。
よいしょ。水の重さを利用して食べ物の硬さを測る器具で最終チェック。いいっすね、めちゃめちゃ柔らかい。カツは舌で潰せる柔らかさに仕上がりました。ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、熱さだけちょっと熱い。これでいいですか、うん。うん、食べてはりますね。久しぶりですね、自分でイカ。おー、すごい。最後までいく。すごい。すごいね。だからそんな隅々まで行く人やったとは。本当に想像しませんでしたね。びっくりしましたね。外で食べられるとこができたっていうのは、本当にとにかく外出ることが好きなんで、まあ、これからできるだけ外連れ出したなという思いがしますね。在宅支援や居場所作りを続ける高田さん。一番人間らしい、その人らしい暮らしの中でじゃないと本当のこう言葉とか食べたいものとかって出てこないです。もともと2014年までの8年間病院に勤務していました。その時退院した後に自宅で十分なリハビリを受けられず、食べるや話すを諦めてしまう多くの患者を目の当たりにしました。病院にいる間によくなりきらないとか、本当にこう家に帰ってから差し伸べられる支援というのが全然ないっていうのを知れば知るほど、自分がその間をこうつなぐような人になりたいって思ったっていうのが大きいですかね。医療などの現場で働く言語聴覚士はおよそ2万人で、そのうち在宅支援を担う人は1割程度。自分が受け皿になりたいと今の道を選びました。高田さんが支えるのは病気が原因で不自由を抱える人だけではありません。発達の課題や困りごとを抱える子どもたちが放課後に集まる京都府宇治市の希望の木。ここで高田さんが4年前から見ているのは小学6年生の小寺匠くん。生まれつき言葉をうまく発音できません。今日はなんかいつもと違う？なんか言い合いますね。目いっぱい。もうちょい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 無理だって。いけそういけそう。いけます。いけるいける。こんな無理なんて。いったいったいった。祭り祭り。これもないよ。唇をしっかり閉じ、鼻から声を漏らさず、パやバをきれいに発音するため、風船や吹き矢を使って筋力トレーニングをします。加えたもんだ、加えたもんだ。え？たくみくん、自宅でも。ほう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 。高田さんに教わった発声トレーニングを続けています。たくみくんは
高田さんに出会う前、周囲とうまく話せず殻に閉じこもっていました。言葉がまだうまいこと喋れへんから、それに対してなんか何言ってるか分からへんとか言われると、もう遊びたくないみたいなところがあって、一年ぐらいの時はよくふさわせふさわせて、いやいやほかせたけど、だからこうやって言ってんのにみたいな感じになってたけど。そんな匠くんの心を解きほぐしてくれたのが高田さんでした。縁を切れた子すごく方法が癒される愛されるかなって思います。こんにちは。明けましておめでとうございます。この日は希望の木の新年会。子どもたちが抱負を発表するのが恒例となっています。ハンマフ抱負は何をこでも部屋へ行く方法です。おー、すごい。かっこいい。この日のために、母が先生に、匠くんはこの春中学生になります。高田さんに伝えておきたいことがありました。4年ぐらいお世話になって、本当に両国は両に入れる、もう一歩を踏んだ子だなって思ってます。本当に母先生がほんまに感謝します。またこの子、また両子やってます。おー、ありがとうございます。いいバッチリ言ってる。感動したわ。言葉ってこう少しずつ少しずつ変わっていくところの積み重ねなので、そういったことがこう4年の中でこんだけできるようになったっていうのを言ってくれるっていうことが、本当にこうこっちもやりがいがあるなと思いますし、この仕事しててよかったなと思います。お互いそれはそうや。こっちもちょっとうるっとくる。これからも頑張りましょう、気楽にね。話したい、食べたい、諦めたくない人のできるを一緒に探す日々が続きます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。